こんにちは。こんなにすごかった伝説のあの日の天気の著者の金子大輔です。今年もやってきましたね、花火大会のシーズン。まあ、私も、130万人が訪れることで有名な江戸川区花火大会のすぐ打ち上げ地点のすぐ近くで育ちました。ですから夏になると花火大会はなくてはならないものになっています。まあ、私花火好きですので、まあ、たとえ一人でも、仕事が早く終わった日などはちょっと今日は足立の花火見ていこうかなとか、今日はちょっと、葛飾の花火見ていこうかなとか、ちょっとぶらっと見に行ったりしてしまうことがあります。まあ、そんな花火大会、まあ、日本人にとってはもう今も昔も大人気ですね。花火大会というと現在のところすべて屋外で行われます。ですから天気は非常に重要です。まあ好天の時は何日に延期とか言われていることがほとんどですが、実際に延期されることはあまりありません。延期するとなるとコストといろんな問題が発生してしまうので、まあ多少の雨でしたら強引に決行してしまうのが普通です。ところが2013年、こういった花火大会が次々と中止になってしまうという、まあ花火大会にとっては呪われた年ですね。ちょっとそんな年になってしまいました。ではその2013年一体何が起こったのかというのを、この本の第3章で見ていきたいと思います。